がおすすめっす。危険度 E ランクモンスターが相手の超簡単な討伐クエストなんだけど。じゃあそれで、こうして戦場朝日の第二の人生が今幕を開ける。そんな風に考えていた時期が俺にもありました。いやいや、フィールドに出たとたんいきなり巨大ワイバーンとエンカウントとかさ。なんだよ、ミスってんじゃねえか。落ち着け俺。ゲームの暴力にまずはこれだ。ステータス、何かないか。最高の世界転生者にありがちチートスキル。基本ステータスの方は実装ラビトかな。マヤネ、マヤネ、姉を呼んだか。呼んだな、アサヒ。マヤネ、マヤネ、なんで俺のあれまで世界に。いや、もしや現実の類かも。何が起きてもおかしくない世界だし。マヤネ、ちょっと待ったぞ。この顔は顔なじ、きめ細やかな肌、抱きしめがいのあるフォルム、そしてビッグホームスフルいい匂い。確信した、本物の弟だ。可愛い、可愛すぎる。俺も確信した、この度が過ぎまくった間違いなく本物の姉です。はい、うん、ここが異世界か。興味深いところだな。なんでマヤネーまでこっちの世界に。よくぞ聞いてくれた。アサヒが事故で昏睡状態に陥り、姉である私は気が気ではなかった。ところがどうだか、眠っているお前は異世界がああだこうだと上言を繰り返しながら、時折楽しそうな微笑みを浮かべるじゃないか。そこで仮説を立てた。アサヒの魂は別世界に向かったのではと。勘鋭いね、マヤネ。そういうわけで、私も壁にガンガン頭を打ちつけて、こっちに来ることにしたのだ。あといじゃねえ。記念すべき初クエストを一緒に選ぶっすよ。おおソロでの初クエストなら、キラーラビ…と討伐あたり…待った、昏睡状態って言った。俺、向こうでまだ生きてるのか。ああ、意識は戻っていないがな。なんかすげえホッとした。私もだ。ところでマヤネ、なんであんなデタラメに強かったの。愛する弟を思う姉の強さは揺らぎ、そういうことなのだろう。説明になってなくない。まあいいじゃないか。さ、行こう。ああ、
異世界生活ももうおしまいか。散々な目にあったけど、ちょっと名残惜しいかもな。帰ろうか、マヤネ。俺たちの世界へ。で、どうやって？帰り方わからんのに後追いしてきたんかい！当然、朝日の無事を確かめるのが一番。それ以外は強すぎたからな。こうなったら兄弟でたくましくこの世界を生き抜いてやろうじゃないか。このアネマジバネ。これは俺杖なんかじゃなく、姉杖の物語なのだ。待て相変わらず容赦ないね、お前ね。許せるわけがないだろ。犠牲になった村人たちを思って、多くどもは朝日をチビと罵った。その罪万死に値する。こっちかい。なんてことだ。何、右頬に擦り傷が。本当、聖地な陶器のような朝日の肌に傷をつけてしまうなど、姉として一生の不覚。なんて、俺の肌評価高すぎない。よし、エリクターを使おう。いや、それ大体の人がラスボスまでほっとくやつだから。そうなの。この程度唾つけとけば治るって。ズバか。なるほど。姉にペロペロ舐め回してほしい。そう言ってるんだな。違いますけど。姉と弟だろ。何を照れることか。先輩姉に襲われる。どうやって抵抗するの。どこってこと。このモラは救われたのかの。私知ってるよ。あのお兄ちゃんがしたが、あくまで俺杖ではなく姉杖の物語である、であるはずなのだ。いなくさなきゃよ。逃げ、ゆうがりチークフリとなってて。あのお客様、もうそんなに、うるせえんだよ。あいつ、なんてことは。チークフリとがいなくなった途端、誰が止められるやつはいねえのかよ。ラックダウンしたとはいえ、元大賀卿が相手じゃ。いや、同じ大賀卿がここにおるぞ。ちょっ、おぉ、危険がラックしたっていう噂の天才少年じゃねえか。彼ならやってくれるぜ、きっと。佐野、お父さんの屋台の敵を取ってください。戦場朝日っていうの。ああ、俺たちの英雄、朝日だ。朝日、ちょっと、何期待しちゃってんの。弱いのがバレたらまずいんだって。なんだ、おめえみてえなチビが俺様の相手をするってのか。朝日をチビと話した。